地中海地方地中海地方はトルコ南部の地方。地中海に面しており温暖な地域である。西にエーゲ海地方、北に中央アナトリア地方、北東に東アナトリア地方、東に南東アナトリア地方と接している。南岸にはキプロスを望み南東方向でシリアと接している。地中海地方の各県。 領域の多くが地中海性気候であり、温暖多湿な冬と高温乾燥の夏という典型的な地中海性気候の特徴を見せる。冬でも摂氏24度を超える場合もあり、夏は摂氏35度を超える温度になることもしばしばである。冬でも気温は摂氏15度を割ることは少なく、摂氏20度程度の温度になることもある。このため、 冬の一時期を除くと一年中海水浴を楽しむことができる。気候を生かして欧州からの観光客のリゾート地として開発されている。地域全体が成長傾向にあり、他地方からの転居も多い。あだ名県にはトルコ第4の都市、あだ名がある。またあだ名の周域はトルコでは数少ない平野域であり、小麦などの栽培が行われている。 この地域は古代ギリシアの時代より、現在のメルシン県とアンタルヤ県の県境あたりを境として、東側をキリキア、西側をリュキアと呼ばれていた。古代リュキアでは、戦死時代よりインドヨーロッパ語族の言語を話すリュキア人が暮らしていた。一方のキリキアには、アナトリア半島では珍しく平野のある地域であるため、古来より東西の陸路をつなぐ。 交通の要所地であり、シルクロードの一部にもなった。そのため、キリキアは、古代より1516年マルジュダービクの戦いにより、オスマン帝国の支配域となるまで、支配者が頻繁に入れ替わった。アナトリアの地で起こったヒッタイト帝国の滅亡の後、ギリシアやペルシアなどからの支配を受けた後、紀元前2から1世紀には、ローマ帝国の属州となる。 この時代のこの地域は海賊の創屈として知られていた。例えば、ユリウスカエサルは、全75年にキリキアの海賊に拉致されている。現在のハタイ県の地域は、リュキアでもキリキアでもなく、歴史的にはシリアに属する地域であるが、ここにある都市アンティオキアは、ローマ帝国第3の規模を持つ都市として栄え、 キリスト教が生まれた後に、いち早く不教の拠点となる教会が設立された。ローマ帝国の滅亡後は、その後継を辞任する東ローマ帝国や、その後に生まれるイスラム教系勢力、モンゴル人などに支配される。他の民族の国としては、キリキアには、アルメニア人によるキリキアアルメニア王国、ハタイ県地域には十字軍国家の一つ、アンティオキア公国が存在した。 その後、16世紀前半のオスマントルコの勢力域拡大により、トルコの領土となることが決定してからは、第一次世界大戦の敗戦により一時的に欧米列強の支配域となるのを除けば、今日に至るまでトルコ領土のままである。古代より現在に至るまで地中海貿易の一拠点として栄えている。ありがとうございます。